ボルダリングに行った時にそのシモンさんに紹介していただいたんですけれども、時間もちょっと経って面白くなってきたところなので、マイシューズが欲しいなということだった。宮崎美子さんスペシャルの、本来だったらオーダーできないモデルなんですけど、ちょっとスペシャルモデルを制作したいなと僕も思いまして。よしよし、皆さんようこそ。よしよし、今日はゲストをお迎えいたしました。先日ですね、ボルダリングに行った時にそのシモンさんに紹介していただいたんですけれども、川口智弘さんです。はじめまして、株式会社ペルアドラ取締役の川口智弘です。取締役さんだったんですね、はい、よろしくお願いいたします。私はエヴァフリーさんでポスターを毎回見てたんですよ。あー、はいはいはい、持ってらっしゃるその川口さん、はいはいはい、そしてサスケの川口さんおお、そうだって、今日本当にお迎えするのがもう本当に光栄なことなんですけれども、クライミング専用の靴を、そうですね、クライミングシューズのメーカーになりますの社長さんなんですよね。取締役ですね。すごいです。兼ディレクターというか、はあ、はい、ということで、シモンさんにおねだりをして、時間もちょっと経って面白くなってきたところなので、マイシューズが欲しいなということだったんで、私は既製品を買うんだと思っていたら、いやいやそうじゃない、だったら作りましょうということで紹介いただいたんですよ。でその社長を今日呼びつけてしまって本当に申し訳ないんですけれどもとんでもないです。オーダーを受けてくださるんですか？そうですね、オーダーでこう世界に一つだけのシューズを作れるんですけれども、まあ、今回はちょっとシモンさんも仲良くさせていただいてるんで、うん、宮崎美子さんスペシャルの、本来だったらオーダーできないモデルなんですけど、ちょっとスペシャルモデルを制作したいなと僕も思いまして、うわ、ぜひ作らせていただきたいと思います。もう絶対やめられないことです登り続けなければならなくなっちゃいますけども、いや楽しみですね、はい、川口さんはそのボルダリングって言いますか、クライミングはもうどのくらいになるんですか？はい、8年やってますね。はい、さっきもちょっと言いましたけど、テレビ番組のサスケにずっとお出になってる印象ですけど、そうです、どっちが先なんですか？サスケの方が先です。13年サスケをやってます。そうですか、そこからクライミングに、はい、やっぱりよりサスケを極めるための、そうですね、サスケってまあご存知の方、まあ、いらっしゃるかいらっしゃらないかちょっと分からないんですけど、みんな知ってますよ。ぶら下がって最後の方すごい進んでいくんですね。そう、腕の筋力がもともとあんまりなかったので、腕の筋肉をこうトレーニングできるスポーツないかなってなった時にボルダリングにたどり着いたんですよ。へえ、そういうことだったんですか、はい、で何をしましょうか今日は。そうですね、はい、そのせっかくオリジナルシューズを作るっていうことなので、まずシューズのお色を、うん、はい、選んでいただきたいなと。本来であると弊社のシューズはこう真っ黒で金の刺繍が入ってるっていう、ちょっとこうあまり他のメーカーにないモデルなんですけども、そう、強そうなクールなこうイメージなんですけど、宮崎さんのお気に召す色がありましたら、その色でシューズを作ると。さらにオリジナルの刺繍もシューズに入れて、世界に急ぐだけのすごいクライミングが楽しくなるシューズを作ればなと思います。じゃあお願いします。はい、よろしくお願いします。よしよし、今日は色見本として実際のシューズをお持ちいただきました。はい、すっごいですね、こんなにいろんな綺麗な色があるんですね。はい、全部で今日は17色の中から選んでいただきたいなと思ってお持ちしました。迷いますね、はい、こう実際に皆さんがお店に行ってこの色でということでオーダーして、 そうですね、その人に合わせて作られるわけですね、はい、こちらのモデルは、お色が選べて、うん、左右の足を別のサイズで注文できて、オリジナル刺繍を入れられるっていう、まあ、K01 ジャパンラインっていうモデルになります。どんな方がいらっしゃるんですか、お客さんって。そうですね、まあ、こちらの既製品も販売してるので、そこでお試しになって気に入ったのでオリジナルシューズを例えば年に1回こう落としてもらうとか、クリスマスで買ったりっていう方が結構いらっしゃいますね。プレゼントされる方もいらっしゃいます。はい、どこで作られてるんですか実際。こちらのモデルは兵庫県の弊社の協力工場で、国内で唯一のメイドインジャパンのクライミングシューズをペルアドラで作っています。はい、そうなんですか、はい、日本でここだけ。
これがうちだけですね。はい。もともともうメーカー自体も、うん、なかったので、僕自身もその8年前にクライミングを始めて、シューズを初めて履いた時に、うん、宮崎さんと同じように、うん、とても痛くて、これはちょっと続けられないなと思って、いろんな靴をこう、試したんですけど、やっぱり、イタリアとかアメリカのメーカーが多かったので、どう履いても、足型がやっぱ合わないんですよね。あー、わかるわかる、それ。はいはいはい。まあ、日本人のこの幅が広くて、うん、あんまりこう土踏まずがない、うん、まあ、いわゆる扁平足と言われる足にちょっとクレームシーンがなかなか合わなかったので、僕は日本人に向けて、日本人に合うシューズをということで、ペルアドラを作りました。あー、すごくよくわかった。イタリア製の靴とか、はい、ね、おしゃれな靴も素敵なんですけど、なかなか合わないのですよ。見た目はすごいこうシャープで、欲しくなるんですけど、実際買うと後悔するっていう。そう、わかる。あ、わー、もうものすごくストーンと腑に落ちました。あ、これは楽しみです。そうですね。それを解消したシューズになるので、はい。今回は、この K01 ジャパンラインという、まあ、こちらは、弊社のホームページからどなたでもご購入できるモデルになってるんですけど、今回宮崎さんに履いていただきたいのは、このセカンドモデルの S01 っていうモデルになります。こちらのシューズは、このファーストシューズに比べて、さらに柔らかい作りになってるんで、まあ、柔らかいイコール、履きやすい。よりこう、足の形に沿ってくれる。特にこの辺が、ここ柔らかいです。はい、ああ、なるほどね、はい。そうですね、そうですね。はい、あ、比べてみるとわかります。おそらく痛みを感じるのってこの辺のつま先周りの周辺なので、はい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 、そのあたりを柔らかく作ったので、非常にこう、初めての一足目をご購入される方に好評いただいているシューズになってます。初心者にはこっちの方が。S01 がおすすめです。で、S0 は真っ黒しかラインナップしてないんですけれども、うん、今回その宮崎さんにスペシャルモデルとして、今回は S01 をカスタマイズして、世界に一つだけのシューズを作るという企画でございます。どうしよう、はい、なんか申し訳ないんです。いえいえ、こちらこそも光栄でございます。嬉しい。あそこのシモンさんのところで T シャツを買ったんですよ。ええ、バフリンのね。それがちょっとピンクだったので、今上はピンクの T シャツで登っているので、ピンクに合わせようかな。ピンクですと、ネオンピンク、ミルキーピンク、ダスティーピンクと。ピンクだけで3種類ありますので。ミルキーとダスティーを見せてください。はい、いいですかね、最初は優しい感じで。大丈夫ですか？じゃあなんかこのピンクでいきますね。はい、この色でこれができる。これそうですね。僕ちょっと想像で作ったことないお色なんで、どういう完成形になるかがちょっと楽しみなんですけど。ね、ペルアドラを目立たせるにはグレーの方が目立ちますよね。そうですね。なんですけれども、実は、そちらのストラップの部分に、今ペルアドラの刺繍が入ってると思うんですが、今回オリジナルシューズということで、お好きな刺繍を入れることができます。これ私の名前を刺繍、見本作ってくださったんですか？はい、まあ、こういった形にお名前を入れたりとか、そうか、好きなお言葉を入れていただきます。じゃあこれはよしよしできますか？おお。やっぱりこのチャンネルで始めたことだし、続けていくことだし、はいはい、これがご縁でということなので、いい、ファーストシューズはそういうことにしたいと思います。かしこまりました。これだから一般の初心者もそうですけど、はい、本格的な方も見えるんでしょう？そうですね。まあ、僕自身ももちろん履いてますし、うん、長年クライミングやってるクライマーと一緒にこう外の本当の岩に行ってテストして作った靴なんで、外でも使えますし、大会でも登れるシューズなんで、ぜひ上達して大会に出場していただきたいな。シニアみたいなね、初心者って本当に手取り足取り教えてもらいながらまだちょこちょこやってる段階なんですけど、はい、いかがでしょうか、プロの方。いや、上手です。ボルダリングって結構こう、うん、筋肉を使ってやるスポーツだっていうイメージがまだまだ多いと思うんですけど、はいはい、実際やられて分かったと思うんですが、こうパズルのような要素が入っていて、うん、足の置き場所を一箇所変えるだけでものすごく楽になったりとか、こう頭を使ったスポーツなので、やはりそういったことがこうシモンさんの指導で体現されてるんで、すぐ上達すると思います。その上この靴をあつらえるとなれば、なんかちょっとずしっと責任というか、ちゃんとやらなきゃっていう思いが、いやでもちゃんと楽しまなきゃってことですね。そうですね、はい、もう本当に一つのギアなので、そんなに履いてこうテンション上げてもらえればいいんで、全然上がりますよ、それ、はい、
あの参考までにということですけれども、はい、これ例えばあのお店に行ってオーダーして一足いくらぐらいのものなんですか、はい、このメイドインジャパンのモデルは、うん、やはり一足一足手作りで職人がゼロから作るので、うんうん、こちら2万4千円なんですね、はい、で今お手に持ってる S01 は税込みで1万9000円。そんなに高い方ではないです。はい。今日はせっかくお越しいただいたので、あの、川内さんのこれからの、なんだろう、抱負といいますかね。社長として目指すもの、クライマーとして、あるいはサスケ選手として目指すところもぜひ伺いたい。ああ、そうですね。ペルアドラを立ち上げれたのも、うん、やはりこうサスケでの知名度とやっぱ認知度があって、うん、こう協力してくれる方がねたくさん増えて実現したこのシューズたちなんで、もう今年40歳になるんですけど、サスケを現役を続けながらペルアドラと共に自分も成長していけたらいいなっていうふうに思います、うん、でまあ目指すは日本でシェアナンバーワンのメーカーで、オリンピックの表彰台にこのシューズがを履いてる選手が登ることが僕の目標です。素敵だな、それは。まあね、オリンピックも今年はどうなるかわからないですけれども、ええ、まあでもこの先ね、世界選手権みたいなのもあるんでしょうね。ありますね、はい、ワールドカップあります、はい、ね、よしよし。サスケのことをもうちょっと聞いてもいい？あ、全然全然ただ実際どうですか、もう見てるだけで なんでこの人たちこんなことやるんだっていう僕も思います。そうですね、二十数年になるんですけど、サスケ始まってから。一番昔の方に見てたサスケと、最近のサスケって、なんかすごくこう、ステージが変わっていて、どん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 難しくなっていっちゃってるんですよ。そうそう。僕らもどん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 強くなってるんですけど、サスケもどん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 難しくなってるんで、ずっと追いかけっこしてます。あとこう、サスケ選手の方同士の交流っていうか、はいはい、っていうのか、関わり合いがこう、見てても、そこがまた見どころっていうか、いいとこなんですよね。あの、競争ではないんですよね。100人出場するんですけど、100人が完全制覇という、まあ、全部クリアする、完全制覇してもいいですし、みんなでこう、どうにかサスケを攻略してあげよう、やろうっていう気持ちをみんな持ってるんで、おのずとこう、アドバイスがこう、したりとか、応援したりっていう風になるのが一つのまた魅力かなって思います。ですから、そっちのご活躍もこれからますます楽しみですし、はい、靴作り、これももっともっと広がっていって、このクライミングというスポーツがまた広がっていくと、いいですね。そうですね、うん、今回みたいにこう宮崎さんみたいな女性とかこうまだそんなにスポーツやってなくて筋力がないんだよっていう方でもできるスポーツなんだっていうのを宮崎さんを通して皆さんに知ってもらって、もっともっとじゃあ私も僕もやってみようかなっていう方が増えていったら僕自身も嬉しいですね。なんかそう言っていただけると勇気が持てます、はい、いや、まあ、とにかく続けるということをそういう気持ちが新たになりましたしいつ頃私はこれを手にすることができますか？そうですね、まあ、スペシャルモデルなんで、難しいところもありますけど1ヶ月以内に。え、そう、本来ですとこれ2ヶ月かかるんですけど。あ、そうなんですか。ちょっと特別に1ヶ月以内に申し訳ない作ればいいと思います。申し訳ないけど嬉しいなじゃあできたものをまた川内さんにもお目にかかれるのかな。そうです、ぜひ僕の手から直接お渡しできたら嬉しいなって思います。で、じゃあ一緒に登って。ああ、もちろんです。ああ、嬉しい。じゃあ志望さんと3人でじゃあお目にかかれる日を楽しみにしてます。そうですね、はい、はい、あ、今日は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。よし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 、こんな展開になるとはボルダリングを始めた時は思いもしませんでした。どんどん広がっていくなっていうか、川口さんともお目にかかれましたしね、楽しみしかないです。はい、今日もご覧いただいていかがだったでしょうか。ご登録とか、それから何でしたっけ、あ、評価とかまだ覚えないコメントなどお寄せいただければ幸いです。ではまた次回もお楽しみに。よしよし。